ブルブル言ってる。かわいい。シーノ。シーノ。シーロ。シーロ。見つめてる。あ、お手ってギュッてしてた今。シーロ。まっすぐに。すっごい見つめられてる。どうしよう、惚れちゃう。ん、え、なに、私キスされた。え、どうしよう。すごいイケメンや。こりゃ女性ファンはいるわ。本当にさ、シロ君ってさ、ずっとまっすぐお母さんの目見てる。そう、ずっと見つめてんの。え、なんかもう当ててくる。うん、シーロ、シーロ。でも、もうなんかさ、めっちゃ可愛いんだけど。シーロ、シーロ。可愛い。こうアングル的には。こういう感じの視点なんですね、こう抱っこしてる人は。シロくんがさ、人気なのほんとわかるんだよね。シロ、シロ、人気面。いやー、かわいいわ。シロ、シロ、後頭部かわいい。うん、どうしてこんなにも猫は可愛いのでしょうかというふうにね、質問いただきましたが、ありがとうございます。本当なんでこんな可愛いんですかね。なんかこう、私的に好きなポイントの一つが おててなんですけど、なんかこうもふっとしたね、クリームパンみたいなおててもすごい可愛いし、あとはやっぱこう触り心地もすごくて、本当になんかまあ猫ちゃんによってこう毛質とかで変わってくるとは思うんですけど、こう無性にモフモフしたくなる時が定期的にあるというか、あの、私大学時代上京してたんで、一人暮らししてたので、猫とこう一緒にいない生活をちょっとしてた時期があったんですけど、もうその時とか特に、あー、実家帰ってもう猫触りたい、モフモフしたいって思う時がすごいあったんで、あの、そういう触り心地もすごい好きだなって思うし、お顔も可愛いしね、あの、みんなそれぞれこう性格が違ってて面白いし、なんか猫って結構こうワンちゃんと比べられること多いと思うんですよ。でワンちゃんの方が感情豊かでみたいな、結構そういうイメージがこう世間から持たれてるのかなって思うんですけど、あの、結構感情しっかり顔に出たりしますよね。そういう風にこう、なんか、あ、今嬉しいんだなとか、あ、逆に今ちょっと拗ねてるなとか、そういう感情が意外と表にしっかり出るし、その様子を見てるのもすごく可愛くって、あの、愛おしいな、愛おしい存在だなっていつも思いますね。もうこの質問は本当に答えが逆に言うと無限に出てくる。本当もう全部が可愛いなって思いますね。お姉ちゃんにとって猫たち、特にミーコ母さんはどんな存在ですかといただきました。ありがとうございます。じゃあまずちょっとミーコ以外の猫たちをちょっと話そうと思うんですけど、家族、これに尽きるなって思いますね。なんかこう、もう父は父だし、母は母だしっていう家族それぞれの役割があるけど、なんか猫たちは本当に一緒にいる家族っていう感じかな。なんか自分の子供っていう風な感覚でもないしね。あくまで猫は猫っていう、あの、認識も持ち続けていたいなとは思ってはいるんですけど、でもかといってなんかペットっていう、その
飼ってる飼われてるっていうのは確かにそうなんだけど、その立場ではあるんだけど、なんかそういうこう、そういうこう業務的な感覚っていうのもまたちょっと違う気がするので、家族かなと思うんですけど、あのみーこは本当にあの姉妹兄弟そっちの感覚なんですよね、みーこに関してはね。他の子たちには兄弟っていう感覚はあまりないんですが、みーこは自分にとっては初めてできた妹のような、で、あっという間にお姉ちゃんになっちゃったのでね、あの初めてできたお姉ちゃんのようなね、そう、私一人っ子なのでね、そういう感覚がありますね。こう前にも話したんですけど、みーことはこうあのちっちゃい頃は喧嘩もしたし、あとはね、あのすごいよく遊んでました、一緒に。あのみーこってあの小さい時はあのボールとかで遊ぶのがすごい好きで、キャッチボールをしてました。なんか私があの廊下でね、あのボールをこうフィッて投げると、こう追いかけて遊ぶんですけど、すぐに加えてちゃんと私の方まで拾って持ってきて、でなぜかあのミーコおちょくってきたのかわかんないですけど、あの私のこうギリギリ手の届かないところにひょいって置いたりとかして、遊び遊ばれっていう感じでしたね。そういうなんかところも、まあなんか兄弟っていう感じがして、私はすごく嬉しかったなと思いますね。じゃあいただきます。絵の中には漢字が隠れています。唐の詩人白居易の漢詩で、弟と共に昇進を遂げた喜びが歌われています。図柄の意匠から手箱の世界観を読み解く遊び心、持ち主の教養の高さを伝えています。